諏訪を住むしから守る方法についてお話したいと思います。3つの方法をご説明します。1つ目は冷凍庫で、冷凍庫に諏訪を入れて24時間もしくは48時間冷凍して、スムシの卵、幼虫、繭、成虫を死滅させるという方法。そして2つ目はセルタン B401 という微生物バチルス菌を使った方法。そして最後にタンクに二酸化タンクに巣枠を入れ、それを二酸化炭素を充満させて住む地から守るという方法。この3つについてお話したいと思います。私はどれもやってみましたが、最終的に二酸化炭素をタンクの中に入れて守るという一番安全で一番確実な方法を採用しております。それではご説明します。冷凍庫でスムシを殺し保存する方法を説明します。この冷凍庫に入る大きさに木枠を作り、裾をこういうふうに入れます。これで何枚入りますかね。17、8枚入ります。冷凍庫に24時間入れて、スムシの卵、幼虫、成虫、繭を処理して、あとビニール袋に入れるなりして、またスムシが卵を産まないような処置をして保管します。この冷凍庫ですね、この中に入れて。もう一つの方法は、この B401 というバチルス菌を購入して、これを希釈してこのようにインストラクションにあるようなあるだけの量をこれに噴霧して保管します。1年間このバチルス菌は有効です。ただしこのバチルス菌は幼霊の卵から生まれたばかりの幼霊のスムシの幼虫にしか効きません。もう大きくなったスムシには効果がありません。幼霊のスムシの体内にこのバチルス菌が入り込み、その体内で毒素を発生させて、その幼虫の幼霊の幼虫を殺してしまいます。オーガニックな方法ですが、そういう方法もあります。巣枠に付くスムシを予防するのに、二酸化炭素を使ってやっています。これはオスバチの巣で、オスバチの巣はすべて D もしくは背中を白く塗ってます。スムシじゃないや、ダニを駆除するためにオスバチの巣枠を春から夏につけて使ってますので、それを今、スムシにやられないように収納するします。これが今オスバチ巣枠専用のタンクで、ここには前に二酸化炭素を注入してあるので、このように中は二酸化炭素で充満しています。ここに新たにこの巣枠を保存するために入れていきます。それから、
二酸化炭素で充満させてても酸素がないのでカビは生えないと思っていたんですが、白カビはどうも生えるようなので、水分を湿気を取るためにこのドライペットというのを入れています。今この中に2個入ってます。これでどんどんこの中に入れていきます。これはオスバチの巣枠で、オスバチ専用の巣枠で、ダニをトラップしてするように、これこちらが普通の巣枠ですね。働き蜂の卵を産む巣枠、こちらがオス蜂、見たら分かるように全然大きさが違います。でもう全部オス蜂専用の巣枠なので、こちらに、収納して、このようにきれいに並べて入れていけば、だいたいこの中に70枚の巣枠が入ります。でここでだいぶ中に空気が入ったと思うので、これを二酸化炭素、これは酒屋さんからレンタルしているビール、生ビール用の二酸化炭素、ここにこういう形で空気が入ったので、二酸化炭素をもう一度注入し直します。二酸化炭素は空気より重いので、こうやって二酸化炭素を入れると、このタンクの中に二酸化炭素が下からどん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 溜まっていって、空気を追い出してくれます。空気の中に入っている酸素を追い出してくれるので、最終的にはこのタンクは二酸化炭素でいっぱい。だから生物は生きていけないと、酸素がないので生きていけないということなんですが、さっきも申し上げたように白いカビはどうも生えるので、湿度だけは除去するようにしてます。この中に二酸化炭素でいっぱいで酸素がないかの検証は、前はろうそく立てたりいろいろやってみたんですが、これはこのチャッカマンが一番便利です。これで一番最初に普通の空気が充満しているところから二酸化炭素でいっぱいにするには、そうですね、やっぱり10分ぐらいかかると思います。でだんだんこの縁までいっぱいになって、完全に火がつかないところまで二酸化炭素を入れます。一度入れると先ほどのように巣枠を追加で入れて空気が動くので中に多少入りますけども、全然入れ替わっちゃうっていうことはないので、その後は今僕がやってるように一番上まで空気がいっぱいになってるかどうかをこれで確認すれば、もうこれでだいたい消えましたもんね。もう消えます。
もうこの中で全然火はつきません。ちょっと中見て、映してみてね。この中ではもういくら着火板つけてもつきません。ここではこうつきますけど、ここではつきません。二酸化炭素でも酸素はありません。はい、もうだいたいいっぱいになりました。二酸化炭素でいっぱいです。もうすぐ消えます。まあまだちょっとついてますね。はい、で、二酸化炭素、時々生ビール飲んでも、あの炭酸で咳き込むように、これも、こんな形で液化二酸化炭素なので揮発する気化熱を奪って、こういうふうになってきます。もういっぱいになったと思うので、これで これを完全に密閉します。そしてこれは、このタンクは農業用の水タンクで、下のところに排水口もありますけども、あの排水口にも、シールをして、水道工事なんかで使うシールのテープがありますが、二酸化炭素が漏れ出ないようにシールをして、でこんな形でシールしておけば、もう中でアリが入っていても、スムシがいても、卵も幼虫も全て二酸化炭素で生きていけませんので死にます。一番オーガニックで、薬品等を使わずに一番オーガニックでかつ確実な、スムシ対策、巣枠の保存方法だと思います。で、大体このタンクが日本ではアマゾンで1万円ぐらい、1万2000円か1万円ぐらいです。これは500リッタータンクで、大体70枚の巣枠を収納することができます。そしてあと、こちらの後のタンクは、普通の働き鉢用の巣枠を収納していきます。私の場合は、標準箱10枚箱に10枚入れてますので、よく使われているスペーサー、あれを使うと9枚しか入らないので、私の場合は10枚入るようにしているので、あのスペーサーは使っていません。これも引き上げてきた、働き鉢の巣枠、これをどんどんあの箱に収、あのタンクに収納していって、1タンク大体70枚ですね。以上です。